さあ、オーラス一本になってます、親は伊藤。これで宮本と伊藤の差は。千百点となってますね。千百点で宮本のが。あ、千点か、千点ちょうどですか。かろうじて上と。はい、うーん、中里は以前ね、今千五百点の収入があったんですが、以前倍率もしないと着順は上がらないか。うん、伊藤。うん。 どうですか、今。悪くはなかったですね、なんかね。そうでドラが嘘なんですよね。お、ドラドラ。え、誰誰。宮本。チャンスですよ。合戦で上がり、オッケーですよね。合戦で上がり、オッケーです。ただ、下も近いからな。チューンはどうしますか、宮本。えっ<ー>と。この手で。えっ<ー>と。あ,あ、ドラ固定しましたよ。ドラ固定か、ドラ固定だと。泣かないのかな、一枚目はもしかして。 今4と1だったんですよね、ええ、ーと要はこの半ちゃんをトップしか見てない可能性もありますねありますよね2着でいいなら数を切らなそうですからねあ今度はポンするかウーソーどっからでも OK になりますねチュンポンしたら、ええ、あこれで役割のトも重なってポンもできる、うん、圧倒的にただ宮本がいい ファンスピンの打っも残りましたがう、うん、そうですよねここで三ピン切ってしまうと順ュポンした時に漫画にはなってないですよねん、えー、まあ、いいピンかパーピンでしたねそうですよねは、はい、白も重なった中里,中里ドラは一枚あるんですが苦しいです、ねうん 早森と宮本の点差は7600点差ですねはいなので1三二六モはちょっと足りないダメまたリーチ棒出てからだなのでチュンポンした時にはやっぱりシャンポンに受けますかねそうなると受けるでしょうねはいああ<ー>これどうですかリーチですかいやダマもあるさあリーチに行ったあっそうかそうかごめんなさい漫画狙い OK なんですもんね リチですねこれ。めごいさチュンとウーソのシャンポンでどちらが出ても宮本トップ。ウーソはないですがチュンは山に2枚います。これ伊藤はチュン打つでしょうね。打ちそうですね。能天、えー、ねでもまくられちゃいますもんね。なんい伊藤はねあ,あの下なのであ。ああそこめごめんなさい。うん。しかも下が見えないので結構打つね。撃ちやすいですが。間違いないです。なんなら一番と言えるぐらい出なそうな。 中里に一枚チューン行きまじゃああと山に一枚だけかチューンまあ終盤じゃなければ二人でチューンを積もってる感じにはしますけどねうんうん伊藤はかなり降りないと思うのでこの局面はそうですねはいあでも手格は整わなければやっぱりいきづらいあでもこれぐらいだったらやっぱりちょっと惜しそうですかねああ飛んで一回回った感じですかね回りますね おカモリあヤモリがトーンを仕掛けましたねええー、あなんかあれ行くイメージなかったなあこの曲を宮本のリーチが結構高いと読んでるってことですかこれえっとまくられるそうかなんか確かに皮変ですねこれなんだろうパーソースたスなパーマンパーピンチーマンで千2 0がいいピンと、はい、うーんチートイツとか持ってるんですかねもしかして。 あなるほどそれだと積もられるかまあねドラドラか裏裏ならまくられたからみたいな,思考な,なまさにそれっぽいですね今かやもりがトンポン出しの時に筋のチーピン先に打って2枚切れのシャを残したんですよ、ねはいはい、その直撃が嫌だっていうことなんですかね でもチートイツだと思ってるんで結構崇拝は打ちやすいと思ってるんじゃないですかいや確か無筋のチュンチャンパイは比較的いけると思ってるかもしれないですねなるほどある、まあ、チュンチャンパイっていうかあのまあはしゃいもですけどはい,い<や>今そういう位置だですよね言い訳も多分その思考ですよね,すすねこれ大体チートイツだと思ってるっすねじゃあおそらく実際シャンポンですしね川の情報からしたら具形は合ってますもんね、うんうん、確かになんかな あの両面いっぱいの皮じゃないっすよねなんかねっていう風に見えますよね <laughs>、えー、実際はねカンちゃんに受けにもなんだこれサボロストリーチにも取れてたっていう感じですけどねあでもそうすると嘘が切れてるんでチート映にはちょっと見づらいですかあこれチャンタが付きますよあ本物じゃなくてもちゃんと付きますこれ,これだいぶ狙い目なんじゃないこの E.P. この E.P. は現物ですえー、これでもない。 これ上がったらすごくない。いやこれすごいっすね<え>。うわしかも一、e、ピンは山に三枚残っ,ってる。いや。ただでもこれチュンどうなる？持ってきたら。あスーピンはたれない。スーピンも三枚いたんですよね。う<ー>ん。いやこれチュンどうするんですかね、楓森。でもチートイツだと思ってるならやめそうですよね。チュンは狙い目の一つになりますよね。<ー>だって自敗もこれだいぶ出てきたでしょ。もうほとんどないのかな自敗って。 チーソもチートイツでちょっと狙い目っぽい革になってますが行きましたねいやでもなたもドラヒョー筋で待たないでしょうっていや伊藤のテンポ入るかリャンマンがないんですよねあこれ出ちゃうんじゃないどうなのうわあすごいわこの上がりったよいや仕掛けたとこはまずすごいですねすごいですよねいやかよもりがちゃんたの1は千三百の上がりをしてここのアンチャントップで終了 スリアロチャンネルの動画を見ていただきありがとうございます麻雀や人狼の動画をほぼ毎日アップしてますチャンネル登録はこちらから高評価もお待ちしてますぜひ見てね